はい、では進めましょう。バナナがね、もう2つ3つ見えてます。もう絶対に確保したい。まあ、やばいのは、こいつですよね。爆発させしょるやつ。でもこいつには攻撃しなければいいかなと思うので、まあ、もしか意志でやってしまえばいいかなと思うので、どうせ使わんと思ってたんですよ、聖域。だから聖域置きます。さあどうなるかな。よし、決まった、聖域決まった。危な。まあでもどうなろうがこの状態を脱することはない。まああのウニが爆発する場面だけが一番やばい。あいつがなんか爆発してしまったら聖域の巻物が剥がれて終わりって感じなんで、それのないようにちょっとウニをまずスルーして、こいつをマジ落としですね。こいつをちょっと吹き飛ばして、本当は合成に使いたいんですけど、とりあえず倒しますかね。ほらこうなる。このパターンも十分ありますけど、でもこれでも食らわないので、よし。そしてに来んなよって感じなんですよね。こいつがマジでうっとしいな。ちびちびとダメージを与えたいので、よし、この状態で放っておこう。さあアイテム回収しましょう。黄色いバナナは呪われじゃないな、封印状態。基本でも楽ですね。なんていうんですかね、そんなにきつい敵がいないというか、やばいやつがいないです。で爆発も、最悪爆発してもナバリが入ってますので、おお、トカゲ斬りの刃が取れたな。ということは刀を合成する理由になった。あぶね、刀を合成してしまう理由ができましたね。これでおそらくドラゴン特攻だけが今インテス島には入らないので、歪んだ壺5、もう手封じでしょこれ。手封じじゃないかなと思いますけど、目薬層に5。よしよっしゃ、いや来い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 と心の中ではめちゃくちゃ思ってて、今心の中ではめちゃくちゃ来い来いと念じていたんですけども、来てくれた。札もね、そう札もなんですよ、札も熱いんですよ。札もね、ちょっとね、万が一加速ならっていう。確か今回、あっ危ない、危ない危ない危ない、加速が道具封印状態になってしまった。くー、やってもだ、ダメよ変な適当な歩き方は絶対ダメ。胴たぬき、まあ、いらない、とりあえずいらない。やばそうなやつは来ているのかどうか、大丈夫ですね。まあもちろん強いですけど、よいしょ、とりあえず大丈夫。どうしようかな。こらこら、よし、一回ちょっとこの部屋から抜けますか。よし、一番やりたいのは目薬のダブル合成ですね。で見切りの印を縦につける。
あーやったもんだ。くそ、当たらない。うわ強っ、マジか。めちゃくちゃ食らう。いやもう殴り合える相手じゃなかったっすわ。舐めてた。めっちゃ食らうやん。全然殴り合える相手じゃなかった。くわー、ビビりました。めちゃくちゃビビりました。どうしようかな。いやバナナ持っていかなきゃね。バナナ持っていかなきゃね。入れます。チョコの可能性を。ないない。まあ一応吸い出しがあるんで、割れなかったとしても吸い出しで無理やり吸える。いやあいつやばい。エリガンやばいぞ。エリガンマジでやばいぞ。恐ろしいんですけど、あいつ本物や。もう殴り合えない時期が来てしまいましたか。コアラ2個目っすよね。これこそ識別やって。ヨーレ、あー428と、はい、まあ大爆発するやつです。行きましょうか。これでも持っていかん方がいいな。持っていかん方がいいっすね。一応万が一の可能性として、うわ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 、もう怖い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 。万が一の可能性として、うわもう怖い怖い。もうちょほんま、あれがあの可能性があるんですよ。転ぶ罠を、はい、因数増えず転ぶ罠を踏んじゃって、あれが割れてドカンドカーンみたいな可能性がありますね。因数は増えませんでしたので、もう一個コアラがあったよな。いやもうめちゃくちゃやんこいつ、ほんまどんだけ強いね。いやーちょ待って、ほんまにきついな。ほんまにきついっすね。ガチのやつやんけこいつ。くーなるかもしれんと思いましたけど、1個保険かけといてよかった。おい、いやもうやっばマジか。圧倒的追い込まれ。ここは何もなかったですね。いやもうすいません、ちょっともう切れそうなレベルで持ってかれてます。これは何、チョコ、これがチョコや、これがチョコ、これがチョコや。間違えた、危な、踏んでるし。こいつっとしいな、聖域の真横で。何かが起こってからで遅いですからね。年はもうメンタルをいかれ、メンタル持ってかれるわ。もう札でちょっと試してみようか。混乱、まあ使えますね。混乱しても多分もうあいつ動かないですよね。
チョコ入れていこうか。スプルースの杖。ちょっと待ってください、ほんまに待ってください。待ってくれ。いや、一旦合成しよう。バナナいっぱいありますから混ぜる待ちで。え？え？あ？あれ？聖域は？ちょ待ってくれもう。え、何これ、何これ、聖域どこ行った？あれ？ちょっと待ってください。ログを確認したい。待ってくれ。聖域の巻物は消えてしまった。なぜ？なぜそんなことが起きる？おー、ふざけんな、ほんま。びっくりした。マジで、なんやねん。え、なくなるの聖域って。マジか。いやー、ちょ待って、知らんことが起きて、もう大何もわからん、動揺がひどいっす。くーやー、もうやめてって。ちょ待ってくださいね、マジで。いや、これ持っていきたいねんけど、ちょ待って。手封じ、ほぼ確手封じやと思うんです。手封じがまあ割れないですよね、多分。危ねえ。ダメージがでけえわ。とりあえず焼きバナナを食べて、いやでも合成はしときたいのよ。もう刀合成しようと思ってるんすよ。分かってんねん。だからもうあれやね、あれっすね、これ合成の壺使おうかな。一番やりたいのは目薬なんですけど、めっちゃきついし全部やれる気がしない。とりあえず刀だけでも合成して、お払いないっすよね。どうしよう。こいつで合成させてもらえるかな。あのね、吹き飛ばしが生きてるかどうかなんですよね。うわ、キョったぞ、どえらいのキョった。うーわ、もうどうする。よし、見切りの印がこれで入った。酒アップです。
よっしゃー、さあ頑張れ、負けるな俺、プレッシャーに負けるんじゃない、この大いなるプレッシャー、強烈なプレッシャーに。誰や、お前やったらまだなんとかなる、お前やったらまだなんとかなる、よし、くそー、入れたい、使いたい、かー使いてー、どれぐらい食らうかな、8食らうのか、あーしんどいっすね、しょ、とりあえずね、回復しきるところまでは行きたいっすね、いやー回復するしきるところまではここにいたいですね、この階にいたいです、マゼゴン来いや、マゼモンかマゼモン、マゼモン来てくれて、合成させてくれ、お前いらん、お前これもしかしたらもうほぼ最終段階まで来てるんじゃないかなと思うんですよ、これ 6段階目でしょ、もう結構来てるんじゃないかなと思うんですよ、8が最高やったかな、来た来た、チャンス、ここ逆転のチャンスはここしかない、三井胴たぬきもぶち込む、よし8になった、とりあえず8で、ドレイン特攻がついた、ドレイン特攻と何がついたんや、ため攻撃がついたのか、空振り対応したってことですね、でトカゲ切りの刃はとりあえず持っていきますよ、持ってって、まあそのいやもう降りましょう、取り出しといて、足元進む、完熟まで持っていければね、お腹は膨れやすいので、まあまあバナナでもう困ることなさそうな感じですけど、ここからは長時間その長居するようなことがほぼなくなってくると思われますので、そんなことよりもっていう、木の矢をもう全部使い切るぐらいいかないと、あ、ログステータスに変えておきますね、はい、ツボ、まだレア、まだ出してないやつあるか、これは底抜け系かもしれないな、
うわ、試すの忘れたね、これ。しまった。試さないとダメだった。試さんなあかんやつ。いや、もう封印棒も入れてしまえ。アホんだら。このアホ、ほんまに。トカゲね、トカゲ斬りの刃、プラ1。はい。もうほぼ必要な能力はすべて入ってますから。まあ、あと入れたいとしたら、2回切り。痛み分け。これは使える。この辺りからはもう、例えばこいつとかに。確実なダメージなんでね。強っ。食らいまくるな。ちょっとぼちぼちほんまに復活とか、そのなんていうんですかね、羊の巻物。保険が欲しいですね。もう一撃パワーアップ中でしたから、一応切ってみました。いや、もう無理やって、こいつ。いや、もう無理やって、マジで。くぅ。きついな。もう。いや、まあ、あるけども、いや、もうそんなん余裕であるんやけども、辛いっすよね、目の当たりにしちゃうと。うわー、もう辛いなー。いやー、倒しきれない。やばいよー、どんどん来てるよ、これ。一撃食らっても死なない状態の位置。あー、いやー、やだ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 、もうほんまに嫌。うわー、ここにも。いやねん、こいつらもう。赤。ちょっと試してみて。ああ、もう、どれも入れたくないですけど。いや、もう試すのすら辛くなってきた。いきまーす。背中のツボが徐々に削られてるのが本当に辛いです。あー、おるねー。しかもちょっと待てよ、バナナやろうか。きつてくださいよ。どうすんねん、こいつ。とりあえず、いや、もうあるもの全部使って逃げ切るしかないんで、本当に本当にもうあるものを全部使って逃げ切るみたいなイメージになってくるんで、ここからは。です。ちょっと
待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待て、許してくれ、くわー、くー、来てるね来てるね、えい、負けるか、エリガンガチできついけど負けるかよ、まだ即折りしてやらんからな俺は、混乱睡眠よけ持ってるからなんとかなるでしょあいつも、よし、多分一番のメインは混乱だと思うんですね、あいつは、あいつがドロップするんですよ多分、杖を、魔導の杖を結構な確率で、魔導の杖を大量に手に入れたい、よし落ち着け、スプルースの杖って持ってこなかったんでしたっけ、あれ持ってきてないんやったっけ、よくわかんない、よし、さあすいませんね口数が減っておりますが集中しております、あかんで、加速しとるで、どしなこいつ、近寄ってこんかいや、おら、よし混乱余計決まった、見せ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 、置いといてくれ、一番左見せあったりしない、はいよ、パコレプキン来た、よしこいつで、あーまあでももう杖はないのか、ちょっとちょっとねー、この2つの巻物をなんとか識別したいなと思います、来ると思った、来そうな気がしましたね、めちゃめちゃ来そうな気がしました、もうこれ逃げます、なんか無理無理、もう絶対しのげないんで、はい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 、無理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 、はい降ります、30回、この時点で無理無理とか言ってたらもうほんまあかんねんけどね、無理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 、いや無理無理、ちょ待って無理や、ふざけんなほんま、ちょ待って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 、剣でしょ、草草取りてー、草取りてーなー、おい、草取りてーほんまに、この野郎ギガヘッドだ、なんだてめえは、かかってこんかい、おらかかってこんかい、おら成長の種飲んだろやないか、おら、このフロアを制圧してやるぜ、おい、やめろ近づいとる、後ろ、く
走が近づいとる。わーっしゃー、決まった。罠を使うというこの頭脳プレイ。よいしょ、盾が上がったのか今。よし、今ね祝福されてたんですよ、種が、成長の種が。だからまたワンフロア全部使い切れるんじゃないかなと思うんで、ここ大チャンスですね。剣を強くしてドラゴンをつけてしまう、合成の壺を使って。くんなや、よっしゃ、怖え。くっ、よいしょ。するとドラゴン特攻をつけると、もしかしたらエリガンにダメージ結構入るようになる可能性が。ドラゴンっぽいじゃないですか、なんかトカゲっぽいというか。めっちゃ怖い、あかん。くー、ドラゴン特攻を失う。もう今のもダメですもんね、一回切っても諦めろって。対策しないと。何やってんの。なんかもう逆に気が楽になりましたけどね。これでもうあれ、あの呪縛から逃れたわ。つけなあかん、つけなあかんと思ってましたから。よいしょ。それにしてももう一撃で倒せんくなってきたな。いよいよちょっと火力だけで押すのが限界のフロアってことですよね。よし、これなんや、これなんや、これ。天の恵み、地の恵みは出てたはず。メッキかな、これ。メッキはまだ出てなかったんじゃないかな。多分メッキっすね、多分。さあ行きますか、次31回。出た出た、ゾウ。うわ、もうきついねですよね。バナナが、よし、自分を試そう。ここで来い、お前ら来い、全員言わしたる、バカが。よし、ほらどうですか、戦えるのよ。エリガン以外だったらやれる、俺でもまだまだやれる。エリガンだけがめっちゃ強いね、あいつ以外やったらやれますぜ。現役はまだまだ。よし、やったんぞ、ほら。ほら、ブーブーブー。よーしよしよし、やれるやれるやれる、自信を持て、いけるぞ。まい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 、こういこういこう、この野郎。ゾウも一撃で倒せる。空色の草、空色の草。よし、ちょっと見てみよう。薬草出た、癒しがまだ、一縮小まだ、天使の種はまだ、天使の種は多分絶対違う、素早さまだ、混乱多分出た、物忘れ出てない、
ここら辺全部出た。復活出てない、目つぶし出てない、やり直し出てない、もう結構限られますね。予想は素早さかな、か目つぶし、まあ、素早さかなと思います。もうかなりね、種類が本当に限られてくるんで、痛いのおら、痛いのおら、あら、金庫あるパターンですね、これ。トンネルあればね、掘りますけど、持ってないっすよね。うん。ここのフロアはやれるな。このフロアは比較的やれるぞ。なめんじゃないよ。さっきはちょっときつく感じましたけど、ちょっとなんていうか嫌なのがゲイズだけで、もゲイズはこの混乱よけのおかげで催眠よけつけてるんで、あの時無理やり買っといてよかったですね。いけんぞ、おい。しかも取り込むぞ、思い一撃で倒せる状況でなので、よし、結構ここは落ち着いた。一回落ち着きましたね。428を吸い出したいなという気持ちが。あぶねー、でも これなるから、じゃあもうこれなるから、もう吸い出しますわ。これで今で、あのこの大爆発起きてたら終わってますからね。完全に終わってます。そのリスクちょっとやばかったっすね。よし、とりあえずバナナを入れて、よいしょ、よいしょ。さあどうしますか。もう少しレベル上げをしますか、それとももう行きますか。最終的に行く前にあれをやりたいですね。壺に入れてみて、バナナの皮を入れてみて、手封じかどうかの確認ですね。焼きバナナ、黄色いバナナ、睡眠草をなぜ持ってるかというと敵に投げたいからです。これはいらないですね。よし、行こうか、行きましょうか。手封じではない、手封じではない、割れない系かな。これがだから底抜けかなとか、手封じか、手封じでした。もうほぼ見えてきましたね。剣を装備できてないんですよ。こら、こら、うん、力が2つ下がった。よいしょ、さあこの力2つ効くわ。開幕がやっぱ危ないっすね。開幕が、ふう、識別読みましょうか。これはなんやねん、割れない壺。何もクソなんで置いとこう。よいしょ、よいしょ。ジェイドの腕は、あら減ってきてる。黄色いバナナとりあえずしまい込もう。
階段はありますけど、ちょっと進みますかね。うわしんどいなしんどいなしんどいなですね。しんどいなしんどすぎるな。これ多分バーン打ってバーンバーンだってですよね。あーしんどいな。打ってバーンバーンなってそうやね。でこうなってどえらいことになっていくパターンなんですよね。これ知ってた、知りすぎるほど知っていた。ねどうしましょうかね。これね間違うとねどえらいことになりますね。睡眠草を投げる。当たった。もう起きとるね。これまずいね、これまずいね。これね打ってレベルアップですね。一徹になってさあ倒して、こいつ倒すと経験値めっちゃもらえますが、これでぶっ倒す。よし、あーでもそんなもらえへんわ。うわそんなもらえへんやん。背中全部使うてもだで。ここはチャンスと見て背中使ってしまいましたけど、薄緑。いやちょっと草が多めやったんでね、すでにでも新しいの手に入れてるし。草毒消し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 。さあどこまで揃うか、それとも揃わんのか。おいやめろ、店がある。マジか。ほう店があるぜ。いや勝負してよかったパターンかなこれは。よし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 、とりあえずあの大砲野郎を、大砲野郎をなんとかしたい。姿を現せ。どこにおるんや。あんまりロングで撃たれるのは嫌なんですよね。威嚇鳥、壺が一個、壺が一個見えている。タグ、タグ読んどきましょうか。一応つけときましょうか。タグ罠消し。あーな、壺が一個見えているって言って、これわしが投げた壺やこれ。アホかほんま、何をぬか喜んどんねん。これわしが投げた壺ぞ。バカかよ。これはヤシの杖はちょっとね持っていきたいかな。見た見分けはもうやばいから。もう来た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 。ふふー、アイテムが全部持ってかれました、はい、よしとりあえず売ろう。手封じをまず売ろう。
はい。で、ちょっと確認、売り物、水切り、身代わり、隕石、ジェイド。ジェイドは5000円なのか。石6個、隕石、バナナ。マジでろくなもんねえな。いや、マジでろくなもんないっすよ、これ。中途半端な金額やね。わかりにくいな。ジェイドは5000円の腕輪なんですよね。で、スピネルが3000円の腕輪か。これ3000円ですね。まあ一応3000と入れときましょうか。まあ何でもいいや。3、わかりやすいように。ジェイドが5000円です。ジェイドが5000円。で、草判別しておこうか。安も、もう、しょうもないのがほぼ確。ちょっとは高いと思うねん、ええやつは。あかん、もうしょうもない。多分、癒しそうとかそんなんやと思いますわ。癒しいやつですわ、もう。ダメだなぁ。いや、正直、大した収穫はなかったなぁ。序盤にあったら狂気してるようなね、感じですけどね。隕石の盾嬉しいみたいな。まあ、身代わり取って、黄色いバナナ取って終わりかな。この、これ、これ、プラス値。結構良さそうには見えますけどね。プラスの値が。良さそうな気はしますね。合成するならって感じかな。合成するなら買ってもいいかなっていう。合成の壺使ってしまいたい気持ちも結構あるんですけど、とりあえず進むか。剣がもう気持ちもうちょっと強かったらな。強化値がもう少し楽になりそうな感じはするんですけど、まあ、取り込むぞ。一撃で倒せてるだけ文句言うまいか。剣も少しで多分レベルアップしてくれるんじゃない。うわ、まだや。全然溜まってない。ここからのレベルアップは厳しそうっすね。遠いな。遠いっすね、めちゃくちゃ。え、あの壺何やったっけ。割れない壺や。割れない壺。あれ売ろう。なんなのこいつらは。なんなんだお前たちは。よいしょよいしょ。おいおいっす。シュッシュッ。ちょっと待ってください。飲む。予想通り多分しょうもない効果だと思います。混乱、混乱まだ取ってなかったか。まあまあまあ、識別できてよかったと考えて割れない壺を置いていく。じゃあ、これ買っときますね。一応買っときます。これでさ、正直ちょっと打って1600ってどうなん。
どうなん1600ってどうなんや、多分何もないな、多分プラス値ないと思いますね。もうちょっとキリの悪い数字なんじゃないかなと思うんですよね。こんな感じで336、これ多分ねプラニやわ。だからちょっと識別のために、あ、プラ1でした1でした。でもまあまあ一応プラス値があるでしょ、これ 1,2,3 プラス値ある状態ということで持っていきましょう。最後までここを諦めずに行きたい。なるべく強いものを作るという執念はちょっと持っておきたいですね、最後まで。よし、さあヤシの杖を識別するのと、一時しのぎとかそのそっち系がいいな。よし、金縛りとかそっち系がいいなと思ってたんです。まあ、金縛りは合成したいところではありますね。はい、危な、こういうことですよ、こういうことです、本当にもう危ない危ない。腹が減ってきた。知らねえよそんなことは。よし、爆睡1個手に入った。よっしゃ、次のフロアに向かいましょうか。はい、行きます。次のフロア33階。こら、これでも何を入れてくるかって非常に大事ですね。その入れられる数がやっぱり限りがあるので、どうやったってその選ぶしかないんですよね。全部やりたいっていうのは無理なんで、だからそのわっまた店や、陰のそのなんていうか自分の中での陰の重要度みたいな。ヘマタイト、オパール、5000円の腕輪がボコボコとくる。薬草お払い、三日月島はいるやろ、欲しいな。まあ買えますけど、これ何なのよ、だるま。そこそこ高いな、これ。底抜けかもしれない、てか底抜けかなと思ってたんですけど。かなと思ってたんです。一応試してくるか。一応試してくるか。よいしょ、出た出た。ゴロズドン、あのバリズドンの後継者ですね。三尾の上に乗った。何や三尾っての上って、自分でつけといてもう訳が分からないです。で三尾を入れてみましょうか。ほらほら、底抜けです。よし、泥棒や、泥棒確定。はいよ、まあ、落とし穴だけ作っといて、後で全部持っていきますか。持てるものは全部持っていくか。イルカの巻物、いまだにまだあれですよね、巻物わからんやつがあんねん。もう明かりは積もってたよな、お払い最初の方に積もったような気がしますけどね。
口なしは、口なし拾えずは出てないっすね。敵加速とかも出てない。マイナス系のやつ出てないな。毘沙門、埼玉川越毘沙門店。保存の数が少ないわ、本当に。まあまあ出てくれてるだけマシっすけど。やっと3つ目の保存ゲット。埼玉川越、黄色食います。よいしょ。木バナナ、もう背中がないっすからね。あんな気楽に回復はできないですからね。ちょっとそれが、そこの部分を解消したいんですけど、そうそう手に入るもんでもないよな。そうそう手に入るもんでもないっす。よいしょ、強いね。さあお店に行きますか。まあでもまだここは本当に制御しやすいというか、敵の中では比較的まあマシなフロアですね。めちゃくちゃきついということはないかな。これやりたいんですけど、お金を稼ぐために一回全部自分のものを売りたいんですよね。売った上で持って出るっていうのが理想的なんですけど、装備外すの怖いんで、ちょっとある程度にしとかんとね。5の2。さあ、ある程度売れそうなものを置いてで、まず買い取ってもらいます。でもちろん金は払いません。そして回収して、満タンになりましたよね。よし。で、お払いとかに入れてきゃいいかな。入れてって、もうお払いの壺を無理やり、なんていうんですかね、入れ物として使ってますが。ですかね。お疲れーす。はい、これで泥棒完了。初めての泥棒になりますか。この今回の私の冒険で初めて泥棒。まあ確実に成功するパターンなので、あれはまああまり達成感はないですけど、その超ドキドキ泥棒もありますからね。パターンとしてはもうギリギリでしのぐみたいな、それとはちょっと違いますよね。底抜けの壺の識別さえできればもう泥棒は確定ですよ。確定案件。よし、薬草飲んで。そんなことよりもマジでちょっと背中のツボか、それに類する回復要素が欲しい。黄色いバナナ、バナナだけではきついぜ。分かってるんだろう。うわー、もう
清瀬いらん。バナナ、うわー、これは焼けた。足元のバナナは焼けました。なくなりました。ウイローの杖、ちょっと杖とビシャモンとやっときたいですね。この5000円のこの腕輪群は何なんだ。後で調べよう。この動画終わったらちょっと調べようかなと思います。あー、これお払いしとこうか。これはお払いしとこう。これ1個だけでも違うもんね。これは違いますよ、本当に。1個だけでも全然違うから。木の矢、祝福木の矢、混乱。よし、誰か来い。あいつやね、バリズドンの仲間や。大怒り状態、ダメダメ。ウイロー封印状態、怖っ。めっちゃ来てるやん、ぐんぐん来てます。これ怖い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 。大怒り状態やばいな。めっちゃ怖い、近づけない。大怒りは多分めっちゃやばいんで。わ、しかもなんか祝福されてた。怒りの札でいいか。交換して、よしよいしょよいしょよいしょ。さあ頑張って経験値貯めて。まだっすね、まだ全然やわ。いるか、罠消し、はいはいはい。なるほど、これが封印でしたよね。まあ使いようって感じかな。はい、よし。さあ浜辺の窓35階、結構大きな部屋のパターンが多いですね。ざっくりした大きな部屋のパターンが、よいしょ。それなりにでも修羅場をいろいろちょっとくぐったな。うわー、壺が2つ。うわー、背中の可能性あるから欲しいな。引き寄せ持ってきたらよかったかな。いや欲しいな、あれは取りたいっすね。あ、取れるかも、取れるかもしれんぞ。腕輪がその可能性があることをあるような気がしますよ。あの水雲の腕輪みたいな、なんかあの水、わいしゃいしゃいせ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 い、水を歩ける腕輪みたいなのがあるはずで、5000円ぐらいの価値じゃないかなと思うんで。え、投資じゃないけど、投資じゃないけど、これ魔物見えるやつや。これ魔物見えるやつ、これ。どれどれどれや。魔物ど、魔物呼びじゃないな、道具感知じゃなくて魔物感知、感知や、魔物感知ですね。だから理科と感知ってことです。これは熱いな、これ道具感知や。だから実質的に2つ装備できれば、これで投資の状態と同じ状態を作り出せるということや。
ここはいけないっすけど。なるほどね。どうやろう、道具感知。うわ、これでも熱いな。両方つけれたら実質の実質の投資状態は熱いな。めちゃくちゃ熱いっすね。だっていや、めっちゃ楽になりますよこれは。道具はそこまでいらんすけど、魔物はめっちゃ重要で、これはいらん。これちょっと待って、これ結構でかないか、これ結構でかないか、これどうしよう。道具感知は外しといてもいいかなと思うね、思いますね。道具感知やってもいいんですけど、まあ、あるのはもちろんいいんですけど、それよりもその混乱とかを一個でもつけといた方がいいんじゃないかなっていう、そこに対するちょっと怖さみたいなのが多少あるんですけど、いやまあでもでかいなこれは。なんか急に楽になるもんこれ、すごい楽ですもん。いやありがたいな。ちょ待って、アコノでもね、その無理か、白紙は使いたくないし。いや壺をね取る方法があったら最高やったなと思って。ないもんね、しょうがないっすよね。諦めるしかないな。いや回復はすげえしやすくなる。腕は捨ててきたっけ、一個。壁抜きは試してたんすよね。試してなかったっけ。うわー、ロングやなーこれ。一個左にアイテム出ましたけど、あれ多分あれは何やったっけ、ウンドゥーバー。うわ、壁抜けや、壁抜けやんけ。これは熱い。壁抜けや、壁抜けと感知や、壁抜けと感知の組み合わせが熱いやつやねん。それなんですよ、必要なやつなんですよ。ちょ待って、マジか、来たな。いやこれねいいっすね。ちょ待って、これいいっすね。うわーいいっすね。ちょ待って、どうしよう。うわー、これミスれへんな。これミスれんな、これコンランスをとりあえず捨てていこうか。飲むだけ飲んで、この壁抜けと感知でどうなるかっていうと、こういうことができるんですね。だから例えばこう来られた時にこう一歩差を、これめっちゃ強いでしょ。この感知との組み合わせが多分最も有効なんですよ。ちょっと
このフロアでも試してみよう。まず開幕でこれを見て、ある程度場所を把握して、そしてこれに切り替えて、なんかこの辺にありましたけど、もうそんなに気にせず、よし、この辺りにアイテムありましたよね。カラクロイド、バナナ、青いバナナチョコに入れましょう。青いバナナチョコに入れましょう。そしてあとはまあ階段あれば、階段ラッキーぐらいで探してって、うわ、こうはこいつですよ、ホラーラビ、やば、あいつ部屋入った瞬間来ると思いますね。待っとるもんね、部屋で。なんか、まあ、例えば、まあ、こいつはまあ普通に倒せるな。いや、かなり有利になってます、これ。こうなんで、こういうことなんで、あぶな、あぶな、間違って踏み込んでしまう。よいしょ、ちょっとね、あんまり慣れてないんで、この抜け方ができるんでね、あんまり慣れてないんで、ちょっとミスる部分もあるかもわかんないですけど、回復手段を持たない状態だと無茶はできないので、壁の中を入って大移動ということはちょっと無理ですけれども、常に壁の角を意識すれば、今みたいな感じで等倍速のやつだったら、等速のやつだったら、まあ要は追いつかれないですね。こいつ偽物っぽいな。天狗ですね、あれ。明らかに天狗ですね。なんか飛んでいきよったっすね、今。で、こう、感知で、なるべく感知して、先回りする、感じ。ね。すげえ強くない?これ。よし。あ、動画ちょっと。長くなりましたので、じゃあここで終わりたいと思います。私も一回休憩に入ろうかな。怖いですけど36回で休憩入ります。はい。そしてちょっとまあ値段とかも調べようかなと思います。はい。まあ大体分かっちゃったんですけどね、腕輪に関しては。はい。では見ていただいてありがとうございました。